毎日ポジティブ450回目でございます。そう、私がスーパーポジティブティーチャー福です。よろしくお願いします。さあ、それはですね、本日、お話ししたいことがあります。それはですね、今日本が本当にコロナの影響もあり、さらに今豪雨がね、九州、そして、長野とか岐阜とか、いろんなところでものすごい雨の被害が出ております。で、この雨の被害のですね、ことを、国の方が令和2年7月豪雨という名前をつけて、もう全国民がね、今雨の被害に遭われた方々に対してボランティアとか、なんとかこの今の日本の国民が少しでも早くね、もう被害に遭われて、まだ今被害に遭ってる、ところもいっぱいあります。力を合わせてね、ここの今のこの状況をね、みんなで乗り越えていかなくちゃいけないと。もうコロナもあって豪雨もあって、もう今本当にですね、大変な状況でございます。で、僕考えました。僕個人、そしてこのポジティブ豊か思いやりとして、今この日本の中で何ができるのかと、それをですね、いろいろ考えて出したですね、答えというのがちょっとありまして、それをですね、今からお伝えしたいと思います。もうね、これをね、使うしかないと僕は判断しました。それは何かといったら、こちら、この赤いポスト、この中にはですね、いろんな人が入れてくれたこのポジティブ居酒屋の支援のね、お金があります。まあ、これの経緯というのはですね、うちのお店のソファーがですね、もうボロボロになってしまって、それを見かねたお客様がですね、みんなのこの店はリビングだから、じゃあこのソファーを買い替えるためにタンパを集めようと言ってですね、この赤いポストを持ってきてもらってですね、ぜひともいろんなこのお店に来てくれてる人にですね、支援を皆さんに頼んで、で、新しいね、ソファーを変えようと。その時にですね、これを持ってきてから1週間でなんと3万5千円ですね、この中に集まりまして、そして今のですね、ソファーを買ったんですね。まあ、そうやってこのお店がピンチの時に使えるように、この赤いポストというのがあるんですよ。まあ、これ全部ですね、この中にですね、支援してくれた人たちの名前も書いてあるんですけど、まあ、そのソファーを買い終わってからもずっとこれ置いてあったんですよ。で、何かね、お釣りをですね、お客様が入れてくれたりとか、お店のね、なんかピンチの時に使ってって言ってね、その都度ね、入れてくれてる大切な大切なお金なんですね。これを今こそね、被害に遭われた方々とか、いまだにね、今避難所にいて、本当に、心配ね、寂しいですね、思いをしてくれてる人たちとか、本当に今物資が足りない人たちとか、そういう人たちのためにね、物で提供するよりもやっぱりこういった形でお金でね、募金することによって、本当に一番今必要なものをですね、買ってもらったりとか、今必要なものがですね、届くように、まあ、ビビたるものかもしれないんですけど、これをですね、もう今使うしかないと思って、今日ですね、これを開けて、その額をですね、ちゃんとしかるべき、一番ね、有効に、ちゃんと使ってもらえる場所に募金をしたいと思います。今からこれをね、開けて、全部数えたらすごい時間がかかってしまうので、今日はこういった形でこのですね、赤いポストを利用して、まあ、少しかもしれないんですけども、支援をね、募金をしたいと思いますので、次の動画で一体この
ポストの中にいくら入っていたのかというのと、具体的な募金のですね、場所を次の動画で上げたいと思います。まあ、少しでもね、早く、まだ被害もね、これから出てくる地域もありまして、本当にもう命をね、優先するような行動で、これからね、避難所に向かわれる方々も、ね、ちょっと雨がかなりひどくなるよって分かっているんであれば、しっかりとしたね、準備をして被害を最小限に抑えるという行動でですね、ぜひともやっていただきたいなと思います。今日はですね、この赤いポストを皆さんからいただいたこの思いをね、今使う時なんだろうと思って、これを使わせていただきますというですね、今日はお話をさせていただきました。まだまだね、予断を許さない状況でございます。ぜひとも皆様、ちっちゃい思いやりかもしれないんですけども、皆さんにですね、ちょっとでも笑顔がね、届けられるようにこれを使わせていただきますので、みんなで乗り切っていきましょうということで、毎日ポジティブ450回目でございました。ご視聴ありがとうございます。